はい、どうも皆さんこんばんは、カフェトです。今回はですね、まったりと今日もアークをやっていきましょう。ティタノサウルスは相変わらずあそこにいますね。はい、でそれでですね、ご覧の通りみんなにニックネームをつけました。やっぱ英数字でも、やっぱ名前をつけておくと、愛情が出るでしょうということでつけました。でこの子はカメールくんです。でこれがヌペオくん。でこれは OL です。メスなんで OL です。お前メスだよ。お前オスだったわ。いいや。メスなのに OL と、オスなのに OL ってつけてしまった。でこの子は無職です。OL くんがもういるんでね、彼はもう無職となりました。悲しい。でこの子は下っ端ですね。レベル7なんで、下っ端ぐらいがちょうどいいでしょう。みんなにニックネームをつけましたっていう話です。それでですね、今回はちょっと遠出をしてみようかなって思ってます。ここら辺も皆さん見飽きたと思うんで、またちょっと少しだけ遠出をして、今日いろんな恐竜とかもまた見つけていければなーなんて思ってます。では行きましょう。おお、あれはあのメカメカしいフォルムはテックパラサウロロスです。PS4 ってテック恐竜もいるんですね。このテック恐竜っていうのは、見た目通りメカメカしい恐竜ですね。パラサウロースの形をしたメカって認識が正しいんですかね。この子も、通常のパラサウロースと同様に、同じ方法でテイムできますね。あくまで見た目が変わったぐらいで、あとはだいたい一緒です。せっかくなんで、この子もテイムしちゃいましょうか。パラサウロースも今うちに不足してて、なおかつ青かっこいいんでね、僕青好きなんですよ。聞いてないんだろうけど、では行きましょう。よし。堂々多すぎねえか。どうしたっけ。ただすかさずパチンコで気絶をさせると。はい、よし、すかさずフォッツ。やべ。急げ。やりましたね。はい、来ました。名前どうしよう。よーし、今日からお前はメカベリーハンターだ。よろしくな。かっこいいな。高レベルだったらもっと良かったんだけど、仕方ないですね。ひとまずこいつをちょっと拠点に連れて帰りましょう。怖っ。全然奥が見えない。ちなみに暑いので防具は脱いでます。
おお、蛇がいますね。やべ、あー脱水症状が。ここは湿地帯ですかね。なんかめっちゃ逃げてるけど。あそこにいるのはバリオニクスですね。バリオニクス強いんですよ。結構小さい見た目なのに、あいつの繰り出すスタン攻撃はとにかく強力でね。まあそれはまた後で説明します。いや怖えな。いや暗すぎるでしょ。あーやべ、あ蛇だ。うわやべやべ、蛇はやばい、蛇はやばい。蛇はですね、索敵範囲がめっちゃ広いんですよ。で噛まれるとすぐ気絶するんですよ。いやめんどくせえな。いやしかも暑いからすぐ脱水症状。ちょっと面倒なんで、あ向こうのトリケラまで連れて行きましょうかね。よーし、すまないモスコプス、お前のことは忘れない。こういう湿地帯はですね、あー死んだ。ヘビとかがめっちゃ多いんですよ。だから危険なんですよね。まずい。レベルはレベル110。ちょっと欲しいかもしれない。ぜひ欲しい。欲しいけど今はちょっとまだその時ではない。暗いなぁ。そしてすぐ脱水症状になる。ちょっとこっちの道は危険ですね。もう暑い。あーはーもうだー、やべやべ。ひとまず今度はちょっと別のルート探します。あ動いちゃった、あ動いちゃった。皆様、ついにブロントサウルスじゃない、こいつ、来たのだ。来たのサウルスがついに動いてしまいました。もう挟まらない限りは、彼はもうどっか行ってしまいますね。
と思ったらなんかまた挟まりそうですね。挟まりましたね。こいつは一生ここら辺から抜け出せない運命なんでしょうかね。はい、ということでね、まあ、今回はこの先を調査していこうと思います。では行きましょう。いや綺麗だな。綺麗だけどちょっと暗いんだよな。すぐ迷っちまいそうだ。トリケラトプスレベル20。すぐ脱水すんな。まあ、ワニがいる。ワニだ。まあでもあのワニは一応足は遅いんで、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど。20。ここら辺は20しかおらんのか。お、麻酔矢がついに取れるようになりましたよ。これでだいぶテイムとかが楽になりますね。金属のピッケルと金属の、これも重要なアイテムなんで後で作っておきましょう。ああ、いた。こっち側進むか。あ、バリオニクスがいる。バイオニクスもなかなか強いんでね、いつかテイムしてあげましょう。特にこれといった恐竜はいませんね。うわー、痛い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 。びくったびくった。いや、あのワニがよ、ふざけんじゃねえよ、おめえ。
本当にマジ奇襲とかやめてくれよ本当に。すぐ俺ビビるんだからよ。もうひとまずまあここの道はここら辺で区切りとしましょう。まだ持ってきてやがる。バリオニクスが近いな。おお、カルボネミス。レベル20。まず次はこっち側の道行きましょう。